しいじってば。ったく、言ったじゃねえか。学校じゃ名前で呼ぶなって。恥ずかしいだろ。でもしいじはしいじだよ。工藤くんって呼べよ。俺もおめえのことは毛利さんって呼ぶからさ。え、ま、いつまでもガキじゃないんだからさ、よろしく頼むぜ、毛利さん。ああ、悔しいけど俺もそう思うよ。ラン、あ、悪い、モーリー。やだ、ランでいい、ランのままがいい。ダメかな。別にいいけどよ。本当？やった、しんじ。おいおい、お掃除お掃除。はい、起きて起きて。頼みもしねえのに勝手に人の部屋掃除すんなよ。いいじゃないの、ほんと散らかってるわね。うちのお父さんと同じだわ。泥棒青子の中じゃねえ。最低男街道断トツ独走まっしぐらよ。あ、まあそう怒るなよ。ん、トゥー、はい。あ、確保不能の大怪盗なんだから。カイトってんだ、よろしくな。俺、クロワカイトってんだ、よろしくな。カイト、ランと互角に戦うジークンドーの使い手の女探偵、僕っ子っていうのもあるかもね。ま、貧乳なのがたまに傷だけどね。いや、悪かったね、ペチャパイで。でもさ、ママは結構巨乳だから、僕もそのうち出てくるはずだよな。た、多分そうだね。この前の事件もその兄に僕の推理は危ういって言われたんだけど、ま、君もいるから間違ってたら修正してくれるかなって。あ、僕じゃなくて新一兄ちゃんがね。ん？まさかこいつ俺が工藤新一だってことを知ってんじゃ。へえ、ずいぶんお人よしですね。その酔っ払いはあなたも毛利さんたちと探し回っていたんでしょ。いえ、自分はここに止めてある毛利さんの車の中で仮眠を。あなたを殺人犯として緊急逮捕します。何言ってるのよあんた、誠さんが犯人なわけないじゃない。では彼の無実を証明できるんですか。だってとっても素敵で優しくていい人なんだから。証明になってね。俺が好きなのは白。やべえ、見えてねえよ。何やってんだ俺。